石井市政は、栃木県那須郡中川町出身のプロ野球選手、宇藤左田。北海道日本ハムファイターズ所属、小川中クラブで軟式野球を始める。小川中学校時代には軟式野球部に所属していた。作新学院高校では1年秋からレギュラー。2年夏、3年春夏と3期連続で甲子園に出場し、2年時の夏の甲子園では、 ベスト4、3年生の夏の甲子園ではベスト8、3年生で首相を務める。早稲田大学では1年春からリーグ戦出場。3年春に遊撃手でベスト9に選出。4年時は首相を務める。リーグ通算80試合に出場、237打数68安打、打率、287、6本塁打、33打点、10盗塁、 ベストナイン1回。2016年10月20日の2016年度ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズが2位指名、契約金7000万円、年俸1200万円で契約する。背番号は38。2017年は、ルーキーで、唯一一軍キャンプスタートし、開幕1軍入りを果たした。3月31日の開幕戦でダイソーとして、 初出場し、4月5日の千葉ロッテマリーンズ戦では、初の先発出場、初打点、初盗塁、初得点、初マルチ安打を記録した。4月14日の東北楽天ゴールデンイーグルス、戦では12球団の新人選手で一番乗りとなる、本塁打。5月20日のオリックスバファローズ戦では、プロ入り初の1試合3安打2打点。8月7日に軍落ちしたが、 同月29日に一軍登録され、以降は9番、遊撃手で固定された。9月21日には新人100試合出場を達成した。シーズンを通じて114試合に出場し、打率205、3本塁打、113三振。2018年は中島拓也が生遊撃手に返り咲き出場機会が減少。 8月3日の埼玉西武ライオンズ戦では2塁の守備固めとして途中出場も失点につながる痛恨の悪送球。オフの同心スポーツの一面で中島にあのミスで優勝できなかった。あいつには悪いけどそれぐらいのプレー。途中から出る難しさとかも分かったと思う。次に活かせるようにはしないといけない。と言われるほどペナントレースに大きく影響を与えるプレーであった。 バッティングでも打率、189オプス、532と振るわず69試合の出場に止まった。2019年は中島拓也の不審もあり、出場機会が増加。76試合の出場で打率、224、4本類打、22打点という成績であった。2020年も中島拓也は不審であったが、石井も打率。 179オプス444と打撃が振るわず、後半戦は平沼翔太が遊撃でスタメン出場することが多くなり、59試合の出場に止まった。2021年4月17日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、日本プロ野球に復帰した田中正宏から先制本塁打を打ち、これが決勝点となりチームの勝利に貢献し、 田中の国内連勝記録を28で止めた。走行手にバランスが取れた内野手。軽快なフットワークと強権を生かした高い守備力に、加え、ヘッドの効いた打撃も魅力。50メートル走のタイム6秒0、遠投105メートル。相性は、同性で名前も似ている石井和久と同じピン。実家は中川町内で、米農家を営んでいる。 石井も自身のインスタグラムにて実家の米の宣伝を行っている。憧れのプロ野球選手は田中博介。2018年に野球雑誌に掲載された当初には気分がほんわ化しているという人物表があった。ありがとうございます。